ご視聴ありがとうございます。ハレルヤ看板娘のケイチンです。スタッフのヘルカイトです。というわけで今回のハレマジョはなんと新環境スタンダード対決。やっぱりね、テロス缶今期出た時、なんか私、ね、テロスやってなかったから、うん、結構ワクワクしながらカード見たんですけど、うんうん、新人っていうの見て、私が知ってるのだと、パイオニアでこのままで話題だったアスコルデスの灰色商人ぐらいだったんですけど、うんうん、今回新カード見たら、めっちゃ新人って書いてあって。新人だらけだったよね。だからね、今回は、お二人とも、ね。そう。新人にちなんで、単色の対決をやっていきたいと思います。イエイ、 イエイ。まあ、それぞれね、好きな一色を選んで。いや、もうこの時点で、ね、色わかんない。わかりやすいわな。だって私絶対ケイチンさん赤選ぶと思ったの。いや、私はグリクシスカラーのどれかだと思うんだけど、まあ赤は、赤は私だから。赤は私が選ぶと思って絶対選ばないから、まあ青か黒でしょ、まあ、って考えると、まあ今、こうね、パッとテイロスのカードを思い浮かべて何色使うかって言ったらこれ選ぶよね。まあさすがに黒。ね、そうだよね。というわけで、お互い赤ターンと黒ターンの対決になります。赤ターングロみたいな小粒で殴っていくようなデッキではないんで。はい。はい。ちゃんとね、考えてね、デッキが。心して。うん、伸びます。心して。はい。というわけで、早速対戦していきたいと思います。お願いします。お願いします。お願いです。はい。じゃあ、ダイスチャレンジ。よし。1号で。7。でも、期待値、期待値。期待値。よいよっしょ。ほら。ふぅー、じいじい。はい、チェック。はい。はい、チェック。はい、チェックします。はい、マリアンです。みたいな感じで。だいぶバランスはいいんじゃないでしょうか。まあなんか、序盤アグロとかで行かれると、ちょっと嫌だけど、まあ、いけるでしょうというわけで、キープしたいと思います。大好き黒ターンみたいな動きをいければ強いと思うのでこのままキープします。じゃあセットランドしてそのままターンを返します。はい、そろ、おお、引かれたのはケイチンさんの好きな山かな。やっぱり見せてるから山かな。まあ山だね。山ですか。山だよ、ほら、これでしょ。山、はい、じゃあこれもらいますね。大丈夫です。はい、一旦目の動きはエンドです。はい、ドローします。いやか、怖え、セットランド、焼かれる、まあ今焼かれるなら。今焼かれるなら。まあ、なんだなんだ。しおり選ばれシティワレット。だー、新カード。脱出できなくしてやんぜっていう。なるほど、今のうちになんとかしたい。で、エンド。はい、じゃあ、ターンもらいます。ロー。セットランド。はい。おしまいです。おしまい。おしまいです。アングロの動きを見せたぐらい。怖い。ほほー。セットランド。はい。頑張っていくか。頑張った。痛い。お、2マナで動かれる。最高の巨人何点でしょ。2点。はい、さよなら。やった。死大変。はい、じゃあ第2名。はい、うーん、きつい。もうきつい。いやー、まあ、きつい。きつい、ね、3マナで、うん、悲哀の徘徊者。はい、これは先陣出た時に01のヤギクリーチャートークンを作って、はい、でも3人なんですけど、うん、5マナと4枚追放で脱出ができて、うん、脱出するとなんと1カウントが2個持って出てきます。強い。パンもらいます。アンタップアップキープ、ドロー。3マナ、はい、消そうしたいな。巨人を、うん、このまま4-3 で対象に取られた2点。このままエンドです。よかろう。お、ターンをもらおう。よいと、セットランド。はい、1マナで猫チン。わあ、ドレインだ。使い回していいですか。はい、どうぞ。ピョンピョン、エンドです。エンド。はい、アンタップアップキープの、はい、ドロセットランド4マナ動かれる。はい、予想していただろうか、ヘルカイトは。何なんと、草案の日だ。え、このデッキに草案の日入るの。うん。え、何を、アグロだと思ったでしょ。え、まあ、うん、はい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 、何を出してくれるの。ああ、そしてオッケーです。もう一回草案の日なんでだよ。ちょっと今隣れるのがこれしかなかった。まあちょっと笑われたら困るからさ、3万で割ってくるかもしれない。そうですね。
わかりました。唱えられるのがこれしかないなんてことがある。黒が延長止まってくるなんて。誰が想像したことでしょう。誰が想像したことでしょう。でも出ましたからね。おしまいだ。ハリカの剣牌。確かに。じゃあ、ファンもらいます。はい。アンタッパキップ。ドロ。スプランド。ドウ。小賢しいことやめます。あ。魔女のかまど。出たー。デデドン。デデドン。デデドン。で、いやでもなんか相場の日あるってことはやばそうだな、なんか動きがやばそうだな。いやこれゴンマっていくのマジでバカだと思うけど、脱出しよう。はい、うまそう。脱出しよう。全然まだ出てない。ちなみに言うとまだ全然出てない。スカマちゃん、うん、猫ちゃ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 ん、カマムちゃん、カマムちゃん、うん、いいよ。にゃーにゃー。で、ダメージ。ダメージが3点。はい。はい。16? うん。おしまいでーす。はい。パンもらいます。なに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 、開けてる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 、道を開けてる。通れるようにして。神か、神か。通れるように。神なのか。神だー。あー、フォラッシュ。ゴミマンね、はいはい、で、はい。で、まだ4なんですけど、次、2個目の呪文。はい。ドン！もう全然稼げんじゃん。もう、もう。確かにあんまないかも。なんなら捨てる行為にするべきだったね。そうですよ。はい。じゃあ、出た時の効果。どうぞ。捨てます。何それ。いや、もうそう見たらありすぎちゃう？で、引きます。はい。えい。やば。やば？やば。バーヤ？やばい。でももうこいつ76だからね。37で、手札から、赤のクリーチャーカード1枚出して、それは、はい、次のスローステップに芸に捧げる。はい。やばくない？今、炎の騎兵で来た。その2枚だったの？そう。全然やばくない。やばい。行くこんな入んの、やばびっくり。まあそのわけで、え、だってこれ速攻ってことでしょ。はい、速攻と言えます。コパッとしてもいいですか。え、これ何点と、待って待って、日本語の限界。OK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 
忘れてた。速攻と1-0修正持たせた。他のクリーチャー全部、他のクリーチャー全部ってなってるね。で、まあじゃあなんかとりあえずじゃあなんか好きなの1個いいよ選んで。曲持ちちゃーんで、曲持ちちゃーんで使いまち、はい、あ、やったよし、やばい、どうしよう、15点だやば何ちょっと、あ、ちゃあちゃあちゃあ、飛行だから止めらんねえわ、うん、ここだ、はい、はい、じゃあ、8、7、5 8、7、5 と4、とりあえずこれなら 4点は欲しいですね。1、2、3、4で、8と7で15点足す5 20点じゃん、あれじゃあ、はい、あとお願いしまーす。よりお願いしまーす。じゃあ今度は勝ちたいな。じゃあ全部クリーチャー。やば、それもマリガンなんだよな。きつい。お願いしまーす。キープや、これキープしましょう。おい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 、じゃあお願いしまーす。お願いしまーす。どんどん、はい、みこちぇー、勝てんじゃん。分回りかな、怖いなー。ドロー。めちゃめちゃ動きあったらキープしていいみたいな風潮ありますよね。いや、クラタンそうだよね。そうそうそう、おしまい。もう一回このデッキ一応天下くてだろ。はい、スタンド、はい、沼だから、早い、ヤロクの沼ひとみをプレイしたいです。これはですね、戦場にいる時に1枚追放してもらうカードです。まあ1-1なんですけど、沼のくせに。ねえねえ、あ、それあれじゃん、7マナ出るやつ、見せてないやつだけど、アイデンクラビの妙技っていうやつ。そう、これでね、ちょっと一発で4マナでドロクセスだ
いやもうドラクセスの恐怖は先ほど感じだったんですけど、ちょっと今なくなった、その恐怖なくなった。なくなった、うん、じゃあ、エンドです。ドロー、新人さんあるからな。セットランド、はい、おしまい、おしまい、おしまい。ちょっと、アイディアやばいぞ。セットランド、はい、セットランドで、とりあえずコンバットは2点。はい、受けよう。受けられる。じゃあ第2メイン、はい、もうね、1,2,3って動けてる私、うん、強い強い。私と、私が強いのではない、クロタンが強い。カードが強い。気合配下者、先ほどのヤキちゃんを連れてくる。あー強い。1か、気合な感じで強いね。あー、うん、やられた。エンドです。温存してよかった。2点。さよなら。もうね、どうしてよかった。迷ってたからそうやろなと思ったエンドです、はい、サンマのヤギちゃんを撃ったって感じ。いやでも強いね、動き。サンマのヤギちゃん、ストランド、はい。じゃあキャストかな、キャストかな、キャストかな、キャストされました。エンドかな、さっきと同じ動きじゃな。じゃあいい感じに引いていくね。セットランド、うん、どうさすか、4マナから、はい、悪夢の番人をプレイしたい。こちらはですね、飛行44で、飛行 44! そう、他の、あなたがコントロールしているトークンでないクリーチャーが一体死亡するたび、うん、あなたそれを追放してもらう、うん、そしたら11で、まあ、タフネスは11になっちゃうんですけど、タフ、パワーがタフネスはそれを他のタイプに加えて、まあ、ナイトメア使い魔死んだら、うん、猫ナイトメアの、うんうんうん、まあ、クリーチャーのコピーだから、この能力を持った、持ってんの能力、そう、それやばいじゃんになる。結構強い。私も、あの、大注目カード。4マナ4の飛行ってスペックがまず高い。ねー、高いね。使うでしょ。オッケー。で、エンドでーす。はい。アンタップ、アップキープの、ドロー。セットランド。はい。あ、エンバラス城だ。エンバラス城。4マナ。はい。えい！またー！またー！また、またなー！どうぞ。でも、でも、エンドだ。なんでだ。ないのか。全部途中もしかして。エンドだ。もしかしてだけど。どうも。エトランド。はい。コンバットさすがに行く飛行ゆえ。そうだよね。ここは殴らなくていいんですか。まあちょっと殴るときついかな。オッケー。はい。その後に、第2メイン。これが5マナー？これがマナーカーブってやつですよ。やば。ちょっと順番に言ってんじゃん。本当に。やば。5マナで。はい。道を開けよ、道を。おっ道開けるね。分かってるよ、それが神じゃなかったら逆に許さねえからな。え、やば、道開けといて。ゾンビー元神めっちゃ嫌じゃん、めっちゃ嫌じゃん。元神元神ゾンビー。はい、出ていい、道開けたのに出るよ。出ていい、何戦場に出た時に、うん、まあ、新人分ドレインと。やばっ、今1,2,3,4,5,6,7、 うわ、7点、7点ドレインした。やば、マジしょうがないな、残り5だよ。エンドです。 OK、 いきます。はーい、ドロー。やばない、見たい見たい見たい、私も見せてカメラ。あ、もうすぐ見せてあげるから。ほんと、そんな、ちょっと待って、やだ、やっぱ見たくない。セットランド2回目のソワンの日のやつ。はい。道開けたということは？神？神！神じゃん！やったやった！さっきゾンビだったんだから、神じゃないのが通説でしょ？おー。神！やだー！てか、なんで5マナなんだよ、こいつ。からの？ 5 マナ76。はい。お。やばな。いくよ。2枚目、はい、2枚目は、あ、騎兵。だって開けてるもん！開けてるもん！3マナ？これ？ひどっ！だってほら、もう2枚唱えたから自分は唱えれないよ。これが、これができるね。ジギンさっきもやるさ。いや、やったね。何が出るかな？何が出るかな？何が出るかな？どうも！あー！でもさ、え、さっきも出したじゃん。え、さっきもこの3体出てない？で、逆にこれもいなかったっけ？いた。これもいた。1枚足りないぐらい。いやいや、盤面1枚しか違わないじゃん、これ。そんなことある？立ちが、まあ、エンバラス城もなかったけどけど、うん、私は殴って、うん、新人を減らしたい。いや、これ死んで、はい、
塚あやまちゃんとこれ死んで、これ死んで、塚あやまちゃんプレイヤープレイヤー、はい、ヤギちゃんバイバーイ。だってもうこれ控えたらしょうがないもん。うんうん、バイバーイ。なんてバイバーイで、プレイヤー2、3バイバーイで、7、じゃあ、7あ、こう、7点だね。境界して8点だって、どうせ行ってないし悲しい。8点下、はい、で、エンドでさよなら。さよならしょうがね。はい、はい、じゃあ、ドローします。はい、もうこれディスティニードローだよ、私マジ。クロタでさ、6万なんて重いカード入ってない。いや、本当だよ。じゃあ、うん、え、道開ける。え、いや、クリーチャーはどいてろ。あ、どいてろ。クリーチャーはどいてろ。うわ、待って、分かったかもしれない。まあ、レジェンダリーアーリファクトですよ。いや、あなたはいつでもあなたのライブラリー1枚のカードを見てもよい。あなたはあなたのライブラリー1枚のカードをプレイしてもよい。あなたはこれに呪文を唱えるなら、それのマナコストを支払うのではなく、それの点数で見たマナコストに等しい点数のライフを支払う。ライフを支払える。何で手に力込めてんの。そう、よし。あー、まあ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 ね。俺はまだ勝たないんだ。何点払います。支払うのではなくて、まあ点数でね、はい、ライフをもうないんでマナが。そうね。じゃあティマレットで2点払いました。お、今タフネスが10 20 20、やば、20です。まあ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 、はい、まだ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 全然かすり傷、まだ15点ある。ライフは1までかすり傷。よーし、いくぞー。順調、こっち引け、こっち順調なんだが、こっちを引いてくれ。うーん、道を開けろ。あれ、道を開けるっていうことは神エルボーデュンデュンデュン。ちゃんと、ちゃんとね、パワフォロスとエルボスの場面にしよう。ちゃんと神だった。ちゃんと神ゾンビじゃなかった。ちゃんと神だった。ちゃんと神だった。ちゃんと神だったよ。道開けるからゾンビかと思ったわ。いや、まだ11万あるから。いや、マジでこっち引いてー。私自分のライフロードもな換算してるね、めっちゃ。まあまあまあ、間違ってない、間違ってない。今は間違ってない。いきます。はい、なに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 。あー、引いたな、引いたな。まあ、この試合のキーカードとも言えるカードですよ。道を開けよ、道を開けよ。道を開けよ、もうせろ、道を開けよ。じゃあ、はい。で、これ何点ドレインですか。13点ですね。はい、というわけで新環境テロス観光機が入った状態のスタンダード対決やってきました。えい、いや、めっちゃ楽しかった。いや、めっちゃ楽しかったし、なんか赤タンの可能性はちょっと感じた。そうっすね、意外と回る。だってさ、2回ともさ、なんかドラクセスとやばくない、アフォロスと炎の騎兵で殴ってくるんだもん。あと最初土地2枚キープで、うん、あ、その言ってたの それか。その後ずーっと土地引いてたのよ。あの盤面になるまでの間全て土地、ドラクセスだけトップだったんだけど、あの時さっきもドラクセストップって言ってたじゃん。やばくない、愛されてますね。赤タンに愛されるし、いや、まあ、でも私も黒タンの、うん、まあ、可能性じゃないですけど、結構最近もあったパイオニアのゾンビ並べる黒タンとかと、うん、動きは似ていつつも、まあ、ボーラスの状態でもうガンガン自分のライフを削っていろいろ出してっていう型のやつをちょっと今回使ってみたんですけど、うんうんうん、めっちゃ気持ちよかった。いや、なんかさ、結構ほら1マナ11のあの猫から始まって、アグロチックにも動けるんだけど、6マナ揃った時にまあドレインができてて、アグロしながらドレインができてて、ボーラスの城塞が着地すればもうそこだけ回避できれば、コントロールに対してとかもさ、ロングでいけるわけじゃん。すごいいいね、安定する形で動ける、楽しいし、なんかなんだろう、最初マナカーブとかなんか結構なんだろう、プレイしやすいんじゃないかなと思う。うんうん、
思いますね。1マナだったら1マナのカード出して2マナ、3マナってどんどん展開していくっていうのが初心者の人にも使いやすいと思うし、かなりおすすめではあります。単色だと使いやすいですよね。使いやすいね。土地とかもね、そんなに高くつかないし、おすすめあったらぜひコメント欄とかで教えてください。教えてください。というわけで、この動画が良かったと思ってくれた方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ケッチンでした。ゆうかいとでした。バイバーイ。